ステイクアップハッハッハッセイコイエーイ。どうも、ヨシオです。ヤジです。イエー。今日は何、どうしたの。今日はですね、はい、なんと重大発表がありましてついにYouTuber になります。うえーいマジですかね、これ。いや、マジなんです。そういうことなんですよね、ヤジさんね。まあ、と言っておきながら、うん、実は俺の方がさせてもらったと。そういうことなんですよ。ヤジ、ね、さんをまず紹介したいんですけれども、ヤジさんは僕のね、ご師匠にあたる人で25年前ぐらいですよね。25年前だね、もうそんな経つんだね。そう、僕は厨房の頃にですね、そうこう、その頃もガシガシダンスやったんですけれども、うん、そのヤジさんを見て僕はもうキャーみたいな感じで、もう、うん、これはモテるぞと、もう速攻ヤジさんに食らいついてですね、もうダンス始めた人なんですよね。そうそう。でもね、あの時の今思うと、吉尾くんもすごい輝いてて、もうすぐに頭角を現して、で、まあ結局ね、最終的には、うん、まあ憧れたとは言ってたけども、逆オファー。そう、もうそれが嬉しいですよね、もう本当。一緒にやりたい。ね、っていう連絡をついに受けて、そうそうそう、なん、僕が YouTuber? みたいな。いや、俺が YouTuber? やつやりますよ。で、まあその、経緯がね、まあ、いろんな YouTuber がいる中で、若い人たちが、まあ、いろいろいるじゃないですか。で、僕のシーンってこうストリートダンスをメインにやってるね、僕は仕事をしてるんですけれども、僕の年代というか、うん、結構ね、僕もこの業界ベテランなんで、うん、その目線でもって、なんかいろんなことを、ダンスのことやらね、うん、シーンのことを伝えられないかということで、ヤジさんからね、オファーもらって、うん、じゃあそれならやりましょう、面白いことやりましょうっていうね。そうだね。面白いことにはね、やっぱりこう、何でも食らいつくし、はいはいはい、むしろそこから始まってるんで、面白い、かっこいい、楽しい、何でもそうですけどね。まあその中にはもちろんいろんなことがこうドラマがあってこういう経緯になってるんですけども、そんな感じでね、本当にね、ま、こっちもドキドキでね、あのオファーしたんだけど、もう心よく待ってましたって言ってくれたんで、うん、待ってましたよ、本当に。いや、もうね、うん、ありがたい、本当にありがたい。僕にそういう機会を与えてくれて、もう本当こちらこそ感謝します。そして、皆さんね、僕のことも知らない人もたくさんいると思うんですけれども、うん、まず ね、 そうね、自己紹介としてはね、はい、僕はね、SS って書いて、SAS っていうチームのリーダーやってます、うん、で、かれこれそのチームはもうすぐ20周年を迎えるんですけれども、そうだね、まあ、まだ ね、 早速ね、来年の話なんですけど、僕もね、もう20年だからチームでは、そしてヤジさんと出会ってからもダンス始めてるんで約25年、うん、ダンスやらせてもらってます。で、まあ、いろいろ今バトルだったりコンテストだったり、うん、なんかいろんなことが、ね、今ダンスでもって始まってるんですけれどね、そういうのをいろいろ僕らもやってきた、うん、昔若い時から攻めたりコンテストやバトルだったりとかっていうのをいろいろ経験して今に至るんですけれども、うん、でそもそも吉尾くんは普段は今どんな活動をしてる。普段はね、僕はね、基本的にこうインストラクター、レッスンをやりながら、まあ、ダンスコンテストがありますよね。ダンスコンテスト。で、ダンスバトルっていうのもありますね。そのジャッジをやらせてもらったりとか、あとはね、いろいろいろんなとこ回ってこうチーム、イベントにももちろん出てるんですね。そうそうそう、うん、イベントにもこう呼ばれてもらって、こう呼んでもらってね、うん、各地、いろんなね、ところ行かせてもらって、そうそう、ショーやら何やらしてもらうんですけど、もちろん、東京近辺もそうだけども、うん、まあ、地方だと今度あれですよね、確か北九州、そう、ね、はい、行きますね、とか、うん、まあ、地方、北九州、名古屋、静岡、大体、ね、うん、こういろんなとこね、うん、行かせてもらってますね、うん、いろんな各地のクラブシーンだったり、うん、ダンスシーンだったりっていうのをいろいろ見させてもらってきて、うん、そんな目線をね、どんどんバシバシ伝えてきますよ、これから、うん、ああ今どんな状況なのか、はい、何が流行ってんのか、うんうん、本当こうダンスの基礎とは何なのか、リズムとかとか、そんなね、こう僕の目線でいろいろこう言って解説して、面白おかしく伝えてきたなっていう感じでね、うん、始めてるんですけれどもね、はい、現役のもう大御所の視点でね、大御所に聞きたいこととか、うん、どうしたらダンスがうまくなるのか、うん、あとそうね、ソロの踊り方とか、うん、なかなかこう結構切り込んだ、うん、このレベルで言える話っていうのが結構もう正直僕のこの角度ね、目線だったりとか、そういうね、まあ、キャリアがね、うん、第一線で25年、ねうん、20年か
20年第一線もやってりゃそんだけ悩みましたけどね。いろんなこう壁が立ちはだかって、そのそのね、こう乗り越えてきて、レベルアップしてきたんで、なんかみんなもね、当てはまるとこきっとあると思うんで、なんかこれからいろんなそんな壁をね、解説していこうかなと思います。なので、まあもちろん私の方から、まあ吉野君にいろいろこう聞いていくんですけども、もしですね、皆さんの中で、まあ、こういうことを聞いてみたいとか、うん、こういうことやってほしいとか、ね、まあ、とりあえずね、メントスコーラやってほしいとか絶対やらないから、絶対そんなのやらないから。あ、それはやらない。あ話が違ったようなメントスコーラなんてあんな受けのいいもんね。うん、来週やろうか次メントスコーラ、ね、メントスコーラ、メントスコーラね、まあ、盛り上がるといいけどちょっとねシャンパンコーラしようもうメントスないじゃん、まあ、まあ、メントスはないけど、まあ、まあ悩みとかもあると思うんですよ、うん、こうなんかうまくならないとか、うんうん、チーム ね、こう例えば、うん、うまくやっていく方法とか、うん、まあ、もちろん吉野くんなんかもチーム、うん、もちろんサス持ってるけどね、うん、それでこうコラボっていうか、まあ、なんていうかな、他のチームと、ね、うん、一緒にやったりとか、いろんなチーム の組んでる経験とかもあるんで、うん、そういった経験とかも聞いてみたいですし、そうやってね、まあ、みんなも今本当にユニットが多いでしょ、うん、やっぱそういうチームの組み方とか、そのコミュニケーションの取り方とか、うん、なんかそういう部分って、まあ、昔と今とちょっと違うかもしれないけど、うん、根本的には一緒だと思うんだ、うん、まあ、何が熱くなるかとかさ、うん、こういうの、そういう分かち合うかとか、そういうのもさ、すげえ重要じゃん。だからそういった意味ではね、俺はそうやってみんなにこう周りの人間に動くされて、こういろんなこうつながりがあってこうたどり着いたんで、そういう経緯とかもなんか、ね、みんなにはぜひぜひ分かってほしいし、さっき言ったようにね、うん、そう、やっぱりあの経験もあるじゃないですか、うん、もう一体どのぐらいの生徒を教えてきたかっていう話ですよね。そうなんですよ、それがもう、まあ、25年ぐらい、ね、それもすごく伝えたいですよね、うん、その中でも、ね、うん、コンテストも もちろんいろんなチームもいっぱい来て、うん、その中での経験をいろいろ引き出していきたいなと私の方から思うので、うん、はい、ぜひ、はい、これからも ね、はい、よろしくお願いします。もうしっかり始めたんでね、うん、そうだね、みんなね、こういう時言うことあるじゃないですか、うん、チャンネル登録よろしく、そうそうそう、高評価ね、高評価、高評価とチャンネル、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、はい、これからも YouTuber 吉尾として、そして矢地さんとして、はい、このやってきますんでチャンネル吉尾クリエーションボックスね、はい、盛り上げていきますんで皆さんよろしくね、よろしくね、ルル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 ル